一体基本条例を検討していただいた委員の皆様、大変ご苦労様でした。立派な働き台を作っていただきまして、ありがとうございます。何点かの意見を言わせていただきます。できればこの、条例の全文から言いますと、なるべく格式の高いものを作ってほしいなと思っているんですけども、その中で、何点かの文言の変更をもしお願いできればと思うんですけれども、未来に向けた新たな価値観の創造というのがあるんですけども、実質の価値観というのは普遍的なものだなと私は思っているんです。時代が変わってきて、自由とか平等、個人主義なんていうと、一人一人 の、 その価値観だけが先走りするような気がするものですから、親が子の面倒を見る、子が親の面倒を見るというのは当たり前の DV、ネグレストなんかが起こって、個人の快楽とかそんなものが優先してしまうような価値観になって、来てしまうのは非常に心配なんですね。ですから、市民が持っている普遍的な価値観の上に、そういう工夫を重ねるとかですね、そういった、文言をつけてもらえればと思います。それと、市民生活および福祉の向上、並びに市政の発展に寄与するということですけど、要はその市政が発展して、市が財政黒字であっても、市民が幸せを感じられなかったら、意味がないわけですよ。ですから、市政の発展することによって、市民が幸せになる、それが最終目的じゃないかなと思うんですね。で、例えばこの市政の、この市の政治のせいなのか、市政要欄の市の勢いなのか、そのちょっと文字もどちらがいいのかなと、私も結構悩んだりしたんですけども、次にですね、議員の活動、第3条ですね、これは基本的に議員の活動を制限するものであってはならないと思うんです。で、ここに書かれていることは確かに最もなことです。しかし、議員によっては、やっぱり団体の代表であったり、地域の代表であったり、そういったする場合もありますから、これはそういった代表であるとともにというような言葉にしていただいてはよろしいのではないかなと思うんです。とどまらずじゃなくて。で、実際に今の議会の質問なんか見てるのは、やっぱり地域の代表的な意見がやっぱり出てますし、これはやっぱりそれはしょうがないことではないかなと思います。それと、会派について、会派については、第4条の1行だけでいいと思うんです。会派については、市民は実際には関係ないことなんです。会派は議会内での 運営上の合理化の問題であったりしますから、一般的に言って会派の問題というのは、市民にはこれは関係のないことだと思いますので、ここは、あえて入れるなら第4条で1、2を入れていただいた後は申し合わせ事業の運営でよろしいんではないかと思っています。それと、反論点で大反論について、今たくさん出てますけども、これについても議員と市長との関係というふうにここに書いてあるんですけども、実は議会と執行部の関係だと思うんですね。人間代表制の中で議員も市長も選挙で選ばれています。選挙で選ばれていない執行部との戦いが我々の使命だと思っていますから、議会において実は執行部と議論のやり取りも本当はしたいわけなんです。同じ市民が選んだ市長と議員ですから、政策の方向性が同じ方を向いているのは当たり前だと私は思っているんですね。そんな中で、多少の方向修正を市長とはやりますけれども、実は執行部がきちんとやっているのかどうか、それをここでこういったのが我々の役だと思っていますから、これは反問権という言葉を使わなくても、議会と執行機関の関係ということにおいて、執行機関と、議論がやっとできるように、議員に対してその趣旨を確認することができる、執行機関に、議員に趣旨を確認することができるというふうなことにした方がよろしいのではないかと思っています。それとですね、その他、
地方自治法、基本4条の地方自治法に書かれている基本的なことがここにも書いてあります。ですから、まあ、14条、15条まではいいとしても、16条から以下は地方自治法によって、決められていますから、うん、まあ、省いてもいいものとしても、なぜならば、それ以前に関しては、こうあるべきだということを言っているんですけれども、この議員定数、立候補に関して議員定数はこうあるべきだということをここで言っているじゃん。議員の方針についてもこうあるべきだということは、とは言えないわけです。ですから、それについてはやっぱり地方自治法によってやるということで、16条以下は割愛した方がよろしいのではないかと思います。以上。16条以下と私は思います。委員長、まず、1点目の全文ですが、確かに言われる通りに格差高く作りたいというか、ね、そういう望みをやりました。で、言い換えでも副委員長案と最初の、まあ、原案を私の提出して論議をし、まとめ、さらに事務局で法的な審査をしてもらいまして、で、用語についても、いろいろ検討してもらいました。それで、価値観の位置づけも、まあ、表現の差っていうか、それまでになっちゃうんですが、一つまたここで変えると、次の文章のつながりも、また崩れてきちゃうんで、まあ、とりあえず、今回はですね、このような表現でご理解いただければ、まあ、ありがたいかなということで、思います。なお、今日この終了後、委員会の中でご相談をしたいと思っています。で、2番目の第3条の議員の活動でとどまらずという表現は、これは両方という意味でご理解いただければ問題ないんじゃないかなというふうに思うんですね。それで、やはり、これもパブリックコメントの中であったんですが、どうしてもややをすると、業界代表とか地域代表だけになってるんじゃないかという批判があるんですよ。それだから、それがダメって言うんじゃなくて、そこに終わりじゃなくて、鹿沼市全体の視点で、例えば私は東部大学と東部大にもっと道路を作れっていうふうに提案して求めたとしても、お金がなくて、もっと西北大西北で道路が困っているとすれば、まあ、それではそれをやらなくちゃいけないっていうことが、地域代表であれば、地元の地域代表の意見だけ言ってるんだけど、そこにとどまらず、もっと必要なところがあれば、議員としては判断せざるを得ないっていうことが、とどまらずというご理解いただければ、よろしいかなということで、考えます。あと、3つ目の会話ですが、確かに直接市民には関係ないんですが、これは議会改革の大きな流れも含めてるんで、市民と議会の関係、市長と議会の関係、そして議会の中の改革という課題でもありますので、そういう意味で16条から18条の割愛もありますが、この条例そもそももう自治協のためにそのものが自治法に基づいてやってますので、自治法上超えられないので、ただ自治法上で弱い政策の提案とか評価とか今までの法律では弱かったものできなかったものを補強していますので、そうご理解いただければよろしいかなということと、やはり会派の会派もありますし、当然無所属で一人でも活動当選議会はできますが、20、今で言えば8人が一斉に意見言ってもなかなかまとまらなくて、最初の組織体として会派があるんで、そこである程度政策なり課題を鳴らしてもらって持ち寄った方がより早く行われるというか、政策が積み上げられる、そういう意味での会話の位置づけで、先も言いましたけど、会話番組もこの政策のサイクルが定着すると、あまり会話にいちいち凝らさなくてもすんなりと議会全体での調整がいくだろうということも言ってますので、一応そういうことで市民に直接対するということよりも、議会内での討論をスムーズに進めるということでの会話の位置づけで、あと法的に保障されてないんですが、会派大臣の会議というのもそういう意味で、会派で政策を調整したり課題について調整をして、代表が持ち寄って、そして積み上げていくということは当分はやっていくことが必要かな、そういう意味で会派については必要かと思っています。あと破門権について、大島議員に言われる通り、
市長と議員だけじゃないですね。市長の認知か市長の考え方を執行部が実行するんであって、その執行部の実行することを我々議員と立場でいろいろ求めたりします。でも一議員が言うのと議会全体の意思を固めて執行部に言うのでまた受け止める執行部の方も違うんですね。でそこの部分は基本条例全体で言えるのは 一議員対執行部じゃなくて議員として相対的にまとまった課題であれば議員相対としてこうこのように考えてますという提案ができるというのが基本条例の大きな今までの中では一議員の提案の一議員の行動が中心だったんですがそこにプラス議員の合意を持っているということが基本条例などの重要な柱になっていると思います。そういう意味で反問建築法よりもどう議員の政策を実現させるかということと執行部が隠しているというかなかなか出してくれないものを議会総体として分析したり評価して新たな政策を提案するということがやりやすくするために人間性の緊張感を持ちながら提案してみたいなという筋で考えているかなと思いますのでそういう意味でのご理解であればありがとうございます。そうです。これから先、これが基本となる、大切な条例ですから、ここで、細かい文言の修正をお願いしましたけれども、もし、もう少し時間をかけて、そういったことを練っていただけるなら、練っていただきたいなというのが、私の希望であります。議員の活動を制限することであってはならないというのは私の基本的な考えでありますから、これについても、どうしてもやっぱり選挙制度の中で、地域代表、業界代表というのは、これはある程度、やっぱり仕方のないところがあって、その上に立って、市政全体を見渡せる議員になれるかどうかということだと思うんです。それは個人的な今度議員の資質の問題にもなってきますから、目標として、そういう議員になろうというのを掲げるのは大変結構なんですけども、じゃあ出会ったら、それらを制限するような言葉をここに入れるのはどうかなというふうに思います。ですから、これについてはやっぱり、もう少し柔らかい表現をするためには、私が言うようにとどまらずでなくて、そういう代表であるとともにというふうにした方がよろしいのではないか。改編についても、相変わらず、政府の総意がありますけども、やっぱり改編は、議会内の事情的なところがありますから、議員個人個人の自由、活発な意見を束縛することにつながってはならないと私も考えています。ここで条例化してしまうと、改編は代表社会に基準が置かれるような感じになってしまうんですね。これは条例化になるんですけど、今までは申し合わせ、事項で、その中で、例えばその時の議長とか議員の委員長の裁量で、ある程度自由な意見の場でもあったと思うんですけども、やっぱり条例化すると、その縛りが出てきますから、これは議会内の自由度を増すためには、4条の一行だけでやっぱりとどめるべきだと思います。それと、7条についても、やっぱり議会と執行部の関係の緊張感を持つんであったら、やっぱりそれはきちんと今の段階でここに入れておくべきかなと思うんですね。地方で議会に対してはいろいろその権限ありますけど、議員個人には権限与えられてませんから、議員個人には調査権もないですし、そういった意味で調査権があるのは議会としての百条委員会という委員会を作ったときにだけ議会に初めて調査権というのが現れています。だからあくまでもこれは議会の基本条例でありますから、議会としてどうあるべきかという視点に立って、議会と執行部の緊張関係をきちんと伝えるべきだと思います。中国主義権については相変わらず私は削減したいと思っているんですけども、副委員長の網でございます。会派の件について、
の議論の経過についてちょっと補足をしたいと思います。代表会、まあ、この場所の場合は幹事会という形で各会派の代表者が集まって会議をするわけになりますが、その会議自体が公式な位置づけがありません。で、非公開で行われておりまして、その中で会社に属される方はオブザーバーという形で発言が議長にの指名があれば発言ができるという形であります。そういう中でまあ、これまでの議会、考え方の議会ですと主な大事なことのその幹事会の中で決定をされてしまうというのが事実であります。で、その後で議運であって幹事会の意見が議運で了承されるというのが流れでありまして、その議論の内容がですね、非公開でありますし、非公式の会議の中で重要な形が決められてきますので、市民には当然その内容が知らされません。そういうことで、我々委員会が最初に求めている市民に対する情報公開という形で議論の内容を明確にしましょうというような最初の大前提の中では、そういう会議のあり方自体が修正すべきだろうという形の中で、その中で会議だという形で、の幹事会という形もですね、まあ、これは代表者会という形ですけども、公式の形として止めて、それをオープンにして議論の内容も明確にしましょうという中での文言というふうに我々は考えて作りました。で、さっき委員長もおっしゃいましたように、ゆくゆくは会社というものもこういう形でなくなっていく形もあるかもしれませんけども、今度は我々が議会の中での情報の文字の中での議論の中で成り立っていく形で議事会を用意していただきたいと思います。ちょうど、まあ、会社についての話題になりましたね。今アミック委員長が言ったように、やっぱり会派っていうのは議会での名義上の運営手法だと思うんですね。まあ、これは国会なんかの派閥とか何かにつながるものだとすると、市議会がそういう派閥を認めるようなことになるとも限らないです。これが政党だったら、これはきちんと政党助成金がいろいろこう国で認められることもありますから、そういったものじゃなくて、なんていうんですかね、自分たちの運営上の便宜上のものを公にやっぱりここで認めてしまうっていうのは非常に危険性があると思うんです。だからこの部分だけについては相変わらず譲れないんですけども、4条1行だけにしていただいて、あとは申し合わせの中での運営で今までなんか支障はなかったと思いますから、また情報公開ということで、その公開の市民対策公開であれば、その幹事会も別段公開すればいいことであって、問題ないんじゃないかと思います。いつまでもこれをおしまいということを聞いていますと、あっちもこっちも同じような答えが出てきまして、譲れないと譲れるとか、結論はどうしたらいいんでしょうかね。申し訳に聞きたいです。私の提案したい意見でもし入れていただければ。いただけなかったらどうします。入れていただけない場合には反対ですね。そうですね。そういうことです。だから一応これは自由闊達な議論をできる場でよろしいですよね。そうです。はい。ありがとうございます。先ほどの大島議員ですね、一部代表、一部団体または地域代表にとどまらずという部分と、今言われたですね、会派の部分については、この終了を、ね、委員会で決定して、委員会の結論を持って16日には、条文として提案させていただきたいと思いますので、それを見てご案内よろしくお願いします。まあ、できればその場でお渡しいただくのをちょっと調べてもらえるので、委員会で決まった事前にいただければと思います。はい。